バッシュ・フォン・ローゼンバーグ卿、私は貴公が処刑されたと発表した立場なのだが。だからこそ生かされておりました。つまり貴公は私の弱みか。ウェインもおさおさ怠りない。で、反乱軍を率いる者が帝国の手に落ちました。アマリアという女性です。救出のため閣下のお力を。貴公ほどの男が救出に乗り出すとはよほどの用心か。立場というものがあるのでな。ラーサーに会わせてくれ。俺の友達が一緒なんだ。一足遅かったな。ラーサ殿のご一行はすでに帝国軍に合流された。今夜到着予定の艦隊に同行してラバナスタに向かわれる。やめとけば。ローゼンバーグ将軍、貴公は市中に活を見出す優勝であったと聞く。あえて敵陣に飛び込めば貴公は本懐を遂げるはずだ。おい、悪いな、巻き込むぞ。侵入者を捕らえよ。ジャッジギースに引き渡せ。離せよ。何すんだよ。帝都の老人どもに足止めされている間にこの復興ぶりだ。まったくこの国はたくましいな。現在ラバナスタの反乱分子は孤立しておりますが、今後外部勢力から支援を受けると厄介です。特にビュエルバの反帝国組織は不自然なほど資金が豊富です。やはりオンドール公が背後から意図を。オンドールを抑えるべきです。ところが彼から連絡があってな。檻から逃げた犬を捕らえてギースに引き渡したそうだ。奴を殺すのは私です。見上げた弟だ。ああ、ギースがラーサーを連れ帰る。明朝ビュエルバを立つそうだ。ケイに本国まで送ってほしい。ドクターシドが来るのでな。外してくれ。ナブディスの剣もある、はあ、偽装はしている。バカどもには幻を追わせるさ。そうだ、歴史を人間の手に取り戻すのだ、うん、おー、ベイン、失勢感触を楽しんでるようだな。2年も待たされたのでな。帝都はどうだ、元老院のお歴々は。まめに励んどるよ、あんたの尻尾をつかもうとな。やらせておくさ。Thank you.
連行しました。殿下。なぜ生きている、バッシュ。よくも私の前に。君たち、いささか図が高いのではないかな。旧ダルマスカの王女、アーシェ・バナルガン・ダルマスカ殿下の御前であるぞ。こいつが。もっとも身分を証明するものはないのでね。今は反乱軍の一員に過ぎない。解放軍です。執政官閣下は、ダルマスカ安定のため、旧王族の協力を望んでおられる。だが、証拠もなく王家の名を掲げ、いたずらに治安と人心を乱す者には、例外なく処刑台が当てがわれましょう。誰がベインの手先になど。亡きラミナス陛下から預かったものがある。万一の時には、私からアーシェ殿下に渡せと命じられた。ダルマスカ王家の証、黄昏の破片。殿下の正当性を保証するものだ。私だけがありかを知っている。待て、父を殺しておきながらなぜ私を、生き恥をさらせというのか。それが王家の義務であるなら。いい加減にしろよ。お前と一緒に処刑なんて嫌だからな。黙れ。バン、それは王宮の宝物庫で。おいおい結構、もう用意してありましたか。手回しの良いことだ。やめなさい。うん、約束しろよ。処刑はなしだ。ジャッジは法の番人だ。連行しろ。アーシェ殿下だけは別の部屋へ。ベイン・ソリドール、なぜこんなもののために。君が持っていたときだ。これも縁だろう。俺を巻き込んだのも縁かよ。黙って歩け。あの場では他に手はなかった。仕方あるまい。任務が優先か。さすが将軍閣下。それにしてもあれが王女とはね。